こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、2022年大人の冬のトレンドアイテムベスト7というテーマでお届けをしたいと思っています。僕のこちらのチャンネルなんですが、バキバキにトレンドを意識したチャンネルではなくてですね、どちらかというと、大人の男性が気軽に取り入れやすいような、ベーシックなスタイルを軸足としながらの、ちょっとしたトレンドぐらいのところまでをですね、カバーしてるわけですね。ですが、たまにはですね、トレンドについて てもしっかりとお伝えしながらまあ、こういったものを普段の着こなしに1点交えるだけでもだいぶ見え方が新鮮になりますよということもお伝えしたいのでえ今回の動画では今年はですねどんなトレンドアイテムが街で見かけることが多くなったのかこのあたりをお伝えしたいなと思っていますただトレンドといってもいわゆるコレクションブランドなんかで提案されているようなもう最先端のトレンドというものは僕のチャンネルでは取り扱わないんですねそれよりも最先端のトレンド トレンドが徐々にこなれてきて、ここ数年、街ですとかお店でも徐々に見かけるようになりましたよというような適度なトレンド、リアルに感じられるようなトレンドアイテムを今回ご紹介したいなと思ってますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速、行ってみましょう はい、ということで、ここからですね、具体的にこの冬のトレンドアイテムをご紹介したいなと思ってるんですが、一つ目はですね、重量となるコートなんですが、バルカラーコート、バルマカンコートとも言いますが、 このような着丈の長いコートですね。まあ、画像を見ていただきたいんですが、こちらを見て皆さんが感じたことは、これトレンドアイテムじゃなくて定番じゃないのっていうことですよね。まあ、僕もですね、同感なんです。これはま、トレンドアイテムというよりは、もう定番アイテムとして長年ずっとあり続けるコートなんですが、まあ、流れとして、このような着丈の長いコートはですね、二つの大きな流派がありまして、それがですね、このようなステンカラーコート、バルマカンコートと呼ばれるような、 割とですね 着丈が長くて身幅にゆとりののある a ラインのコートですねそういったものがあってもう一つは、皆さんもご存知の通り、ユニクロでも展開がありますが、チェスターコートと呼ばれるもんですね。ジャケットの着丈をそのまま長くしたようなデザインのもので、こういったものというのは、まあ、タイトシルエット前世紀の時には、すごくですね、トレンドアイテムのど真ん中に来るようなアイテムだったんですが、これまたですね、定番化してきているものであって、まあ、そこまで鮮度が高いものではないかなと思うんですね。まあ、この2つ 数のコートってシルエットに違いがあって、割とこうジャストサイズからタイトめなチェスターコートともともとゆったりめのですね。ステンカラーコート、そんな違いがあったんですが、今の時代感にはステンカラーコートのちょっと緩さのあるサイジングのものの方がまあ、今のトレンド感には合うのかなと思います。で、このようなコートって、今まではステンカラーコートと呼ばれることが多かったんですが、最近はいろんなサイトを見ていても、バルマカンコートだとか、このような表現で呼ばれることが増えたなっていうのが。個人 個人的ななな名前ののトレンドなのかなと思っています同じようなアイテムでも、ちょっとした呼び方の違いで、旬に感じたいだとか、あとはディティールもね、やっぱり今の雰囲気に合わせながら、肩周りにゆとりを持たせたいだとか、あとは色使いですね、そういったところに旬な雰囲気を出したりとかで、ちゃんと今のですね、時代にマッチするようなアプローチになってるんですが、まあ、今年のバルマカンコートはですね、色合いとしては、 ブラウンですとか、あとはモーカーですとか、グレージュみたいな、ちょっと秋冬らしいカラーのもの、こういったものが多くなっているのと、あとはネイビーブラックというところは、もちろん相変わらずあるんですが、ダークグレーのような、ちょっと都会的でシャープな色合いですね。こういったバルマカンコートが非常に増えているかなと思うので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんもですね、トライをしていただきたいなと思っています。割と大人の男性でも、オンでも使えるし、オフでも使えるというところでは、このようなコートは、ま、一着あるとめちゃくちゃ重宝するかなと思うので、 まあ、ぜひ身近なところで言うと、ユニクロですね。まあ、ユニクロはシングルブレストコートと呼んだりするんですが、まあ、ほぼ同じようなデザインのコートだと思ってください。ユニクロにもありますし、GU にもあります。まあ、先日ご紹介した GU のコートは、ちょっとですね、生地の厚み的に今ギリギリかなっていう感じなんですが、まあ、そういったものもあります。もしくは、セレクトショップですね。画像にあるようなユナイトタロトのものも非常に品がいいので、まあ、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。 はい、続いて二つ目はですね、もう一つの重量として欠かせないアイテムなんですが、ダウンですね。まあ僕の私物のものを持ってきましたが、このようなダウンにもトレンドというところは、まあ確実に現れているんですが、まあ今年すごく感じるのはですね、まずは竹の長さですね。まあ従来はですね、結構スポーティーなフード付きの短めの丈のダウンがですね、主流だったと思うんですね。まあユニコでいうところのシームレスダウンパーカー、これがまさしくど真ん中の定番的な ダウンだったんですね。まあこれこれでもちろんあるんですけども、まあここ数年旬になってきているのが、竹の長さがもうちょっと長めのものなんですね。お尻が丸々見えるというよりは、お尻が半分以上隠れる竹の長さですね。僕が今持っているのは今季買ったダイワピュアのですね、ダウンなんですが、これも着竹の長さとしては、お尻がギリギリ隠れるぐらいの、今までの定番的なダウンよりは、 ちょい長めになっているかなと思います。あとは先日ですね、ご紹介させていただいたグリーンレベルのですね、リクロスダウンですね。あちらもやはり着丈の長さとしては従来のダウンよりはちょっと長めなんですね。ミドル丈ぐらいのダウンだとか、あとは桃ぐらいの丈の長さですね。それぐらいのダウンも増えてきているので、ダウン自体の着丈の長さがちょっと従来よりは長くなっているなという印象があります。そしてダウン自体のサイズ感も、こちらの台話なんかはそうなんですが、 ちょっとこう、たっぷりめに、割とワイドなものも増えてきたなという印象があります。このあたりはですね、ブランドによりけりなんですが、結構最近の流れとして、ダウンのバリエーションが増えてきたなと思いますね。あと、デザインのディティールで言ったら、フード付きのものが圧倒的に多かったのが、フードが省略されていまして、スタンドカラーになっているものも非常に増えましたね。このダイワのダウンもそうですし、先日ご紹介したグリーンレーベルのダウンも、ちょっとスタンドカラーのように襟を立ててですね、 ボタンを閉められるような仕様になっていましたが、まあそういったダウンのディティールですね。これは確実に変わってきているので、まあ従来通りのですね、竹の短くてフード付きのダウン持ってる方でもちょっと雰囲気を変えてみて、竹、やや長め、スタンドカラー、そしてまあフィット感としてもですね、少し緩めのものも取り入れてみると一気に間っぽくなるかなと思います。多分この流れというのは今年だけじゃなくて複数年かけて徐々に浸透していくものなので、来年 来年はさらに高まると思いますし、これまでダウンのベーシックなデザインというところはしばらく変わんなかったんですが、だいぶバリエーションが出てきたよというところを頭の片隅に置きながら、まあ、今年トライしてみるのもいいと思いますし、まあ、来年以降ですね、ちょっともう少し浸透してからトライするのもいいかなと思うので、ぜひ皆さん覚えておいていただければなと思っています。 はい、続いて3点目はですね、ミリタリー由来のアウターですね。これが今年すごく増えてるなと思います。まあ今年というよりは、ここ数年ですね、じわりじわりと伸びてきて、今年はさらに店頭で見かける機会が増えました。具体的に言うと、モッツコートのような丈が長くて、スタンドカラーのもの、画像を見ていただきたいんですが、まあこういったもの、もちろんコットン素材の本格的なモッツコードもあれば、モッツコートのデザインで中綿のジャケット、 みたいなものも増えてるんですね。ミリタリーのデザインディティールを用いながらまあ、現代的にアップデートされたようなものは非常に増えているかなと思います。あとはキルティングライナージャケットですね。ま、あそれこそモッツコートの内側に着るようなキルティングのライナーですね。そういったものもちょっとミリタリーライクなものが増えてまして。まあ、こちらは昨年のものなんですが、えー、パープルレーベルのですね。こういったキルティングジャケットみたいなものもですね。割と店頭で見かけることが増えましたね。中綿のジャケットなんですが。まあ、キルティング キルティング部分が標端型になってたりだとか、そういったものだとよりミリタリー感が伝わりやすいかなと思いますし、襟周りもですね、ちょっとカーディガンっぽく V ネック型になってたりだとか、ノーカラーのものですね、こういったものが非常に増えていまして、そういったものをですね、綺麗めなコートと合わせることで少しこうカジュアルな雰囲気を出すというのもすごく今っぽいのかなと思います。例えばステンカラーコートとかチェスターコートですね、その内側にこういったキルティングジャケットを着ることでミリタリーっぽさだとか、ちょっと こう意外性を出出すすすここととととででで今年らしいいいトレンド感っていと、まあ、っててうのののはがきる一着持くと便利なのかなか思っています、まあ、僕自身もこのキルティングジャケットがめちゃくちゃ好きで去年着倒しました。で、今年もですね、ガンガンに着たいなと思ってるんですが、まあ、本当にこうミリタリー色がガンガン強いものもあれば割とそんなに音臭さを出さずにミリタリー感をうまく表現しているものもあったりするので、まあそういったものですね。例えばエディフィスのこういったキルティングジャケットなんかもすごく使いやすいと いいと思いますしぜひ皆さんもですね、普段の綺麗めな着こなしの中にミックスしながら楽しんでいただければなと思っています。 はい、続いて4点目のアイテムなんですが、ドライバーズニットですね。これもまた今年ですね、すごく見る機会が増えてきた、そんな代表的なトップスかなと思います。まあ、写真を見ていただくと分かる通り、首回りが高いんですね。で、ジップになっていまして、ニットとしてはちょっとですね、新鮮に感じる方も多いかなと思うんですが、まあ、こういったドライバーズニットは結構マルジェラなんかでですね、以前からやっているので、割と馴染みがある方はもう少なくないかなと思います。首周りにボリューム感が出て、 この上にですね、先ほどご紹介したようなバルカラーコートなんかを着るとすごく鮮度が高い見え方になるので1枚あると便利なのかなと思います。まあ最近では GU ですね、GU なんかでも展開がしていまして割と気軽に買いやすいんですね。それ以外ではユナイテッドアローズだとかユナイテッド東京だとかそういったところでも結構大人の男性に似合いやすいようなドライバーズニットが売ってますのでぜひ、まあ、皆さんもですね、一度は着てみるとですね、旬な雰囲気になるかなと思います。ただ僕自身もこの ドライバーズニットって結構懐かしいイメージがあって、最初はちょっとこう取り入れるのが、 抵抗感があったんですね。でもそういったものも何度か見てたりだとか触れることで、あ、こういったのもなかなか旬な雰囲気でいいんだなというところが徐々にわかるようになると思うんですね。ですので、今年いきなり買う必要はないかなと思うんですが、また来年以降もこのトレンドというのは緩やかに続いていくかなと思うので、ぜひドライバーズニットというものがトレンドアイテムで多くなってるよというところを頭の片隅に置きながら街へ来ている方がいるかどうかを見てみたいだとか、ファッション誌を見てみたいだとか、あとは店員さんの着こなしですね。 そういったところを見ながらチェックをすると着こなしの幅が広がるかなと思うので、ぜひ覚えていていただければなと思っています。 はい、続いて5点目のアイテムなんですが、丸首のニットなんですけども、従来と比べてちょっとこうざっくりのローゲージニットですね。例えばアランニットだとか、そういったものがですね、今年はちょっと増えてきてるかなと思っています。まあ、僕もニットは好きでいろんなものを買っているんですが、まあ、その中でも、まあ、トレンドの流れっていうのがあって、結構薄めのさらりとした上品なニット、セーターが流行る時もあれば、 中肉厚のベーシックで使いやすいようなニットですね。これも定番的な位置づけで、本当にいろんなブランドがやっていますが、そういったものもあれば、まあもともとですね、ローゲージニットと呼ばれるようなざっくりめのニットというものも人気も高いアイテムだったりしたんですが、やはりですね、重量感があるのとゴワゴワするので、なかなかですね、検閲されがちなところもあったんですね。ただこういったローゲージのアランニットとかも、だいぶですね、軽量化されたいだとか、着心地がいいものが出てきてるんですね。 ちょっと男っぽいザクッとした感じも割と近年のですねトレンド感との相性も良かったりするんですね。バルマカンコートの内側にアランニットを着てちょっとこう表情豊かなニットの雰囲気を出すのもすごくバランスがいいかなと思うんですね。で、従来のアランニットに比べるとちょっと発色が綺麗なブルー系があったりだとか差し色になるようなものも増えてきているのでかなりですね、ざっくりめのニットのイメージというのが僕の中では今年変わったかなと思っています。まあ皆さんもですね、丸首の ニットすでにたくさん持ってると思うんですね。その中でちょっと鮮度高いものを取り入れたいなと思った時に、アランニットですとか、ざっくりめのローゲージのニットですね。改めてトライしてみると、結構気分変わると思いますし、あとは従来よりも軽くなってることも改めて実感できるかなと思うので、こういったニット、エディフィスのものなんかがすごく軽くて良かったかなと思うので、チェックをしていただきたいなと思っています。 はい、続いて6点目はですね、ボトムスなんですが、まあこれまたですね、近年の流れとして、やはりこうタイトなシルエットよりは、ちょっとゆったりめというところにトレンド感が感じられるかなと思います。これはですね、やはりこう10代、20代の若い世代から、だんだんこう大人の方にもですね、その流れというのが徐々に伝わってきたというところがあって、僕ら大人世代でもタイトなもの、これは定番でいいとは思うんですが、 ちょっとだけでもゆとりを出してみるとですね、鮮度が高かったりだとか、自分の中でもですね、ワクワク感というか、いつもと違った感じが楽しめるので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんにもトライをしていただきたいなと思うんですね。まあ、そういった意味で、まあ、ゆったりめをどう取り入れればいいのかというところで、まあ、ワイドパンツもいいんですけども、もうドーンとでかいようなワイドパンツというのは、なかなか僕ら世代には難しいかなと思うので、まあ、そんな時に使っていただきたいのが、ユニクロの タックテーパードパンツのような、まあ、腰周りにはゆとりはあるんだけども、膝下テーパードという形で、やや細くなっていくようなものだと、ワイドとテーパードのミックス、ハイブリッドなので、割と大人の男性でもトライしやすいですね。そういった意味では、トレンドとしてはですね、ワイドテーパード系のパンツが非常に増えてるかなと思います。まあ、その流れの中で先日ご紹介した、こちらですね、アーバンリサーチとグラミチと、あとはローアケースですね、この3つがタックを組んだ、 このようなタックテーパードパンツに近いようなワイドテーパードですね。このあたりはすごく今年旬だなと思うシルエットですし、いろんなブランドからこういったものが増えてきていまして、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんにもトライをしていただきたいんですね。色はブラックの定番と、あとはダークグレーとかも非常に増えているんですが、まあ、その中でも結構僕が今期ですね、注目しているのが、まあ、こういった オフホワイトだとか、ナチュラルだとか、まあホワイト系のパンツですね。秋冬のボトムスってやっぱり濃いものが圧倒的に多いんですが、その中でちょっと雰囲気を変えるという意味では、明るい白を持ってくると一気に鮮度が高くなるんですね。まあそういった意味では白パン、改めて注目されていまして、まあ春夏の白パンに比べると、ちょっとこう、黄身がかっていたりだとか、ナチュラルだとか、まあそのあたりの色合いが多いんですね。僕の今持ってるものも、えー、ビューティアンドユースで最近買ったオフホワイト オフホホワワイイトトななななななんんででですすねもうパキッとととしししたた真っっ白ではくくくて少し黄みがかかかよううだとそんなに気恥ずかしくなく秋冬でも着やすいかなと思うのでまでぜひ皆さんもトライしていただきたいんですね。まあ、こちら腰がゴムになっていて、えー、タックが入っていて、腰回りゆったりだけども、やはりですね、膝下テーパードというところは一つの共通項としてあるかなと思うので、まあ、こういったボトムスの中で、まずはブラックだとかダークグレーを試してみる。で、それよりももうちょっとトレンド感取り入れたい場合は、オフホワイトだとか、 そのあたりにトライすると一気に旬な着こなしになるのでトライをしていただきたいなと思っています。 はい、続いてラストですね。7点目は、もうちょっと最近はですね、変わり映えがしなくて申し訳ないんですが、まあ今年もそうですし、数年前からこの流れは継続なんですが、靴においては、やはりですね、シャープなものだったりだとか、本当にこう、シンプルなものというよりは、少しこう、ぽってりとした丸みがあって、ちょっとこう、ダサかっこいいというところが、一つのテーマになりそうな気がしていまして、そういった点では、やはりこう、スニーカーの中では、まあこの秋冬も継続して、ニューバランス、 みたいなものが旬なものとしては非常に多いですし、あとは革靴も増えてきていまして、その中ではクラークスのワラビーですね。これまたですね、昔からあるような、決してこう最先端のものではないんですが、改めて評価されていまして、フォルムで言ったら、やはりこう、先が尖ったような、シャープなものではなくて、角張っていたりだとか、丸みがあったりだとか、ちょっとほっこりするような感じの靴ですね。で、素材はスウェードだったりとか、そういった少しカジュアル感のあるような、 ドレッシーな革靴ではなくて、少しカジュアルな革靴。まあ、写真を見ていただきたいんですが、こういった丸みがあるようなクラシックな靴というところが今年もですね、一つの傾向としては継続してあるんじゃないのかなと思っています。まあ、ニューバランスはね、既に持ってる方は、ワラビーだとか、そのあたりを取り入れるだけで、だいぶですね、今っぽい雰囲気が出せるかなと思います。GU でも結構似たようなものをやってたりするので、まずは気軽な価格帯でトライをして、気に入ったら次買い替えのタイミングで、ワラビーだとか、 とかね、ゴアテックスのモデルはめちゃくちゃかっこよくて、まあこういったものを取り入れてみるのも、まあ最近のバルカラーコートだとか、ミリタリーライクな感じだとか、あとはですね、アランニットのような、ちょっとこうクラシックなアイテムが最近はこうトレンドの中の真ん中にあるようなアイテムなんですね。そういったものとも結構相性が良かったりするので、ぜひですね、皆さんも小物を含めてですね、トレンド感を楽しんでいただければなと思っています。 はい、ということでいかがでしたでしょうか今回の動画では2022年の冬のですね、トレンドアイテム、 ベストセブンということでお届けをさせていただきました。まあ、どのアイテムに関しても最先端のトレンドというわけではなくて、ここ数年じわりじわりとトレンドが加速してきて、今年よく見るようになったよねというものをご紹介させていただきました。まあ、どのアイテムに関してもですね、かなり大人の男性には使いやすいと思いますし、僕が普段お伝えしているアイテムですとか、ベーシックな路線に交えてもらっても全く違和感がないかなと思うので、ぜひですね、この中から1.2点ぐらいですね、取り入れながら、冬の着きこなし、 存分に楽しんでいただければなと思っています。こちらのチャンネルではこれからも大人の男性に向けてメンツファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説したいなと思っているんですが、もう少しですね、中級者向けのアイテムですとか、コーニネートに関してましては、僕がもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしてますので、気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。また、普段なかなか動画を見る時間がない方のために、オンラインサロンも開催をしています。そちらでは文章と写真ベースで、なるべくコンパクトにですね、1分ぐらいで読めるような 分量で記事を配信してますのでこちらも気になる方は概要欄からチェックしていただきたいなと思っています以上スタイリストの大山俊でしたまた次回の動画もお楽しみに